はいどうもフェイです。ではデッドライジング3の続きをやっていきます。ですね、ここからコープをお送りするはずだったんですが、というか一回撮ったんですが大変悲しい事故が起きましてですね、すっ飛んでしまいましたちょっとね、こう今現状ね、デッドライジング3の PC 版はものすごい世界的に不具合が起こっておりましてですね、遊べないとかセーブができないとかいろいろあるんですけど、僕セーブできないんですよね。あ、ちょっと着信だ。お、モーテルの地下に行かれた違反者の女がいる。何かエラーが起こってるぜ。了解です。でね、あれなんですよ、俺セーブできないんですよ。で、簡単に言えばどういうことかっていうとですね、ファミコンですよなんていうんですか、一回でも中断すると本当に最初からやらなきゃいけないっていう悲しい状態でして。お、設計図設計図。お、びっくり箱だって。段ボール箱とこの人形かな。ちょっと待ってくださいね。これで作れるかな。できたできた。びっくり箱できるかな、できるかな。できました。これ何使うんですかね。あ、レンチだ。えい、レンチもらっていきましょう。これ何、溶接マスク。あれあ、違う違う、それレンチでしょ。ちしちしちし、溶接マスクをかぶりて。あ、ほんとだ、かぶった。へえ、ファッションですね、これね。ほら。怖え。よし、行きましょうか。まあ、でね、ちょっと相方の赤鬼くんとやるはずだったんですが、赤鬼くん今ちょっといないので、このまま一人でちょっとやります。後でね、コープも取っていくので。ただね、電源落とすと、俺本当に完全にこのゲームやり直しになるんで、そこがすげえ辛いですね。まあ、なんか海外フォーラムで大騒ぎになってるんで、まあ、いつかパッチが当たるかなと期待しております。これどこだ？なんかね、この地図を見、お、これ、甲冑切れんじゃん。お、すげえすげえやった。甲冑が切れましたね。これ、どこだろう。地図を見るとね、あ、あったあった、これですね。これ何？ヘビーメタルだって。これで作るのかな？合成。こうやってね、どんどん武器をね、こう作っていくのが楽しいとこですね。ほら、できた。すごいよ。あ、間違えた、間違えた、投げちゃった。あ、返して。どこ飛んでった、俺のヘビーメタル。ボタン間違えちゃった。どけー、俺のヘビーメタル返せー。投げたの俺だけど。よし。どっこい。あ、あ、ちょちょ、噛まないで。どうせい。あ、強え。これいいっすね。よいしょー、よいしょー。はい、よかれしゃい、よいしゃい。そんなことしてる場合じゃないのよ。あ、ちょっと、えい、ちょっと、ファミレスの中で、ちょっと一回、入ってこないでください。お客さん、ちょっと待って。今ここで、次どこにいるかをね、どこに行くかを確認しておきたい。はいはい、こういうね、いろいろ目的地があるよってなってて、ミッションがね、いっぱいマップにあるんで、まあ、それをこう見てやっていけばいいっぽいですね。これ何のマークだっけな？あれ？でも今、その辺俺いましたよね。あ、上かな？あ、なんか、何これ？オニオン。これ食えんの？あ、食えた。これ食えるんですね。ちなみにこのびっくり箱って何ですかね？これやってみましょうか。ほら、お前ら、びっくりさせちゃう。あ、何これ？角で。箱の角でデイ。絶対これ使い方違う。これ投げんのかな。痛い。あれあれあれ、全然びっくりしないんで。びっくりな出来事が起きない。ちょっと返して、それ使うから。怖いかな。ああ違うな。ああ、びっくりした。すごい。おー、すげえすげえ。へえ、勝手に戦ってくれんだ、ああやって。なるほど。すごいっすね、これ。いいっすね。すげえ。なるほど。よいしょい。なるほど。これ、なんか、ここの上に行けないのかな。あー、こっから行けるかな。高さ的になんか無理そうにも見えるけど。すいません、ちょっとどいてください。あ、いけるな、いけるいける。
ここになんか、あ、いけない？ダメ？あ、いけたいけたいけた。あ、これですね。これ何？これ。手榴弾。なんだこれ。悲しい結末発見。悲しい結末って何ですかね。なんかわかんないけど、なんかわかりませんが経験値が入ったので、まあ、よしとしましょう。あ、これね、スキルを振っていくんですよね。これ、1も2もあった要素ですね、これ。体力、アイテムリスト。はあ、はあ、お、インベントリが増えるんですね。あ、インベントリが増える。これ結構大事ですね。近接、射撃。あー、メカニック。なるほど。ちょっとこれはね、俺は近接使いでいこうと思うので、アイテムスロットを増やして、近接武器の威力をどんどん上げていくっていうのにしましょうか。ちょっとスロットを上げると、まあ、とりあえずね、アイテムがいっぱい持てるってすげえ大事なんですよ。このゲームは武器をね、使ってると壊れちゃうので、いっぱい持てるほど有利ですね。以上。ここにアサルトライフルありましたよね。これ何？スナイパーライフル？あ、違うな。なんか、いや、矢が飛んでますね。矢微妙だな。これアサルトに変えましょう。よいしょ。こんな感じでね、マップに武器もコロコロ落ちているので、まあ、いろんなもん使えるんですね。まあ、こうおもちゃ箱のようにこのなんかエリアの中にはたくさんの遊びが詰まっているっていうね。ここはデッドライジングの楽しさです。地図にあるアイテムをどんどん取ってきますね。はいはい。これ何？これここ？ん？違うな。なんか音楽流れてますね。ん？これ？これを殴ってる？違うな。これ？え？あ、なんかゾンビいましたね。これは何すればいいのかな？ここちょっとわかんないですね。あ、てかなんかみんな集まってきちゃった。はーい、ご飯じゃないよ、俺は。あー、どうするんですかね。ちょっとわかんないんで、別のとこ行っちゃいましょう。あーお、ちょっとね、これは近接武器の方が。はい、通して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 。熱っ熱っ、燃えた。よいしょ。これ軍用のトラックですかね。あー、なんか場所はあれど行けないな。悲劇の結末があそこにある。さっきと同じアイコンですもんね。やることがね、いっぱいあるんですよ、このゲームは。あ、ゾンビさん映画館にもいっぱいいるじゃん。大ちゃい大ちゃい。これ、あ、ダメだ、これ出ちゃう。あそこどうやって行くんだ。あそこはどうやって行くんですかね。こっから行けんのかな。あら、あー無理。どうやって行くんだろう。よいし。まあ、ちょっとフラフラしながらいろいろ探していきましょうか。ここはでもなんか、あれ、このシャッターの中なんだよな、どう見ても。どうやってシャッター開けるんですかね。あ、壊れちゃった、武器が。そう、こんな感じでね、壊れちゃうんですよ。手榴弾投げましょう。はい、いいね。どうやってあるんだろうな。少しね、知ってるんですけど、ある程度ね、イベントを進めていかないと見えてても取れないものってのは結構あったりしたんですよね。とりあえずホテル行きましょうか。こっちのあそこね、サブクエストの場所に。あう、あう、触らないで。
あ、これね、走るのも多分スキルポイント振っていかないとすぐ疲れちゃって走れないですね。あ、このヘリコプター気になるな。手榴弾がありますね。おいおい、あ、 LMG だって、すげえ、ライトマシンガン。あ、ここにも悲劇の結末が。そいそい、邪魔邪魔。さて、ガッジェミ、なんか超技みたいなのがコンボをねすごいつなげると XY か Y と B 同乗して必殺技みたいなの打てるんですよね、今みたいな。よいしょ、あれあれ、よいしょ、ここだね。いたいたいた、どうも。But you do know there's a zombie outbreak going down, right? Get a clue and mind your own business. Don't mess with me, okay? This is serious shit. Okay, whatever. But looks like you're out of paint, so why don't you just get somewhere safe and finish it later? There won't be a later if I don't get this done. Wait, wait, who are you with? タレコミや。Are you a snitch? What? No, I'm not a snitch. What are you talking about? Why is this so important?逃げないと危ないよ。あ、電話かかってきた。スプレー塗料、分かった、3本探してきてやるよ。おう、そういうクエストですね。了解。あ、なんかあそこに光ってんのが、なんか、なんだこれ。あ、違う違う、そう、限定版フランクだって。おお、フランクっていうのはあれですね、初代の主人公の名前ですね。トロフィーみたいなもんかな。経験値結構もらえます。あ、ちょっとご飯ご飯、バナナ。こんなところに落ちてるバナナ絶対食べたくないよね。よーし、じゃあその、どこ？これかな？これだね。これですね。じゃあ、ここ行きましょうか。ナビゲートを設定、こうかな。はい。じゃあ、ここに行きまーす。よいしょ！中世騎士の甲冑にアサルトライフルっていう、もう、完全に気違いですよ。よいし。さあ、行くぞー。基本的には、でも、近接武器を出しておきたいかな。よっこいしょ。ここかな？なんかないかな？あ、乗れないか、ここ。あ、乗れた。あ、日本刀、日本刀あった！日本刀。ちょ、チェーンソーより日本刀がいいな、俺。あ、っていうかなんかあるじゃん。何これ、設計図？メカドラゴンだって。なんじゃそれ。ドラゴンヘッド、あ、それ使うのかな？ドラゴン、あれ？ドラゴンヘッドどこ行った？あ、落っこっちゃった。これか。これと、パラソルを使うのかな？絵的に。はい。あ、違う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 。こっちですね。メカドラゴーン！何それ？はい、メカドラゴン。あ、すげえ、自分が来た！何これ？これ何ですか、これ。あ、あ、あ、あれ？あ、メカドラゴン。メカドラゴンです。これ一体何ですか？パンチ。あれ？バイ。あれ？何これ？俺はど、メカドラゴンです。何これ？だからコスプレじゃん。なるほど。でもなんか鎧がちょっと相まってこう、なんていうんですか、そういうヒーローみたいな感じになってますね。手作り感がすげえよ。実際手作りだしね。こんにちは。メカドラゴンでーす。メカドラゴン！メカドラゴン続き。メカド、わ、すっげえメカドラゴンのこの続き力。ドーン、ドーン、ドーン。すげえ。あった、スプレー染料。次行きましょうか。すげえな、メカドラゴン。めっちゃ強いじゃん。あ、なんかここにピンが刺せない。あ、できた、できた。そこ行きましょう。メカドラゴン。メカドラ続き。メカドラ続き。メカドラゴン壊れると切ないんで、ちょっと取っときましょう。
ちょっとだけ俺気に入りました、メカドラゴン。あ、バイク乗れるこれ。あ、乗れる乗れる。やったー、うー、行くぜー。どい、俺がバイクを買うならハーレーを買います。かっこいいよね、ハーレー。はい、ここかな。車も乗れるね。うわ、これタイヤ太くてかっこいいな。あ、なんか超、お、ちょっとこれ俺似合うんじゃない、これ今の俺に。ほら、と流追戦。うわー、真っ二つ。そい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 。どけい。あれ、俺何しに来たんだっけ、ここ。あ、塗料だ。何しに来たか忘れてた。塗料はどこ？てか、なんか設計図がまたありますね。アイテムいっぱいあるな。設計図ゲッツ。お、なんかこれメカドラゴンブレードだ。すごい。どうすればいい？メカドラ、あ、てかもう、現時点で合成できる。メカドラゴンブレードが。すげえ、メカドラゴンにパンチがついた。うわ、すげえ。メカドラゴンもう一個作れるな。作る？作った方がいいよね。あと何使うの？あ、本当使うのこれ。本当と？ここは？日本刀か。これでいいんだ。あれ作れない。長剣？長剣使うの？あれ違うな。あ、メカドラゴン2個は作れないかな、もしかして。そういうこと？そういうことっぽいですね。じゃあメカドラゴン使ってきますか。よし、気に入りました、これ。メカドラゴンパンチ。わ、すげえ、めっちゃ強い、メカドラゴン。はい、この工作感あふれる鎧なのにめちゃくちゃ強い。メカドラパンチ。あれ、塗料は？あれ、塗料家の中だったの？あれ、メカドラパンチ。すげえ強い。パンチ力が普通にすげえ。メカドラ強え。ここですね。すいません、お邪魔しまーす。もらってきまーす。ごめんなさい。なんか撃ってきた。警官ゾンビが。次の目的地は？すぐそこですね。ここ行きましょう。はい。ロケイ。メカドラバイク。あ、メカドラ溶けちゃうんだ。うわ、ちょっと悲しいな。メカドラゴンのまま乗りたかったのに。メカドラゴンのまま乗るからいいのにね。あ、あそこにトロフィー発見。ちょっと待って。バカめ。てい。フランクゾウ。ちょっとなんか攻撃がかっこいい。腕の力だけでバイクを立てれるこの人。ここ、あ、女の人いるじゃん。どうも、こんにちは。あれ、あ、助けた方がいい。メカドラパンチ、任してください。ゾンビどもを一掃します。ウルヴァリンのような強さ。ヘイ、よし、倒しましたよ。お気をつけて。なんかね、昔のデッドライジングは助けた人をセーフハウスに運ぶっていう遊びがあったんですけどね、今回はなんかそんな感じじゃないですね。出動、新しいバイクゲット。あれ、なんかそこにもあるな。あれか、あれかな、なんかね、拡声器かなんかを。あ、俺銃持ってねえや。でも銃持ってなかった、無理だ。あー、ちょっとたい伊藤両団に、さすが世界が誇る日本刀。あ、こいつらを一掃すればハンドガンをゲットできるかな。あ、さんないで。ちょっとね、あそこ撃ちに行きたいな。これ上行けないかな。やっぱほら、ZDC スピーカーですね。このスピーカーを壊さなきゃいけないんですよ。どこだ？これ、やっぱり、ゾンビがね、これ聞くと集まってきちゃうのかな、確か。なので、壊せという話なんですよね。
あーちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと待って、今日本刀欲しいな俺。よいしょ、はいはい、行くよ。ねー、あれちょっと待ってよ、お設計図があるな、設計図があるな、あなんか、あ鍵かかってる、鍵かかってるとこは、あ、違う違う、なんで俺ハンドバッグ持っちゃったハンドバッグいらない、鍵かかってるとこは鍵がないといけないというか、ロックが外れないといけないのでダメですね。塗料を全部手に入れたので、あの女の人のとこ行きましょうか。すいません、ごめんなさい、通ります、すいません、ごめんなさい、ちょっと道開けてください。どこだっけ普通に方向音痴。どこだっけ、どこだっけ、ちょっと待って、ね、一回地図見させて。あ、こっちか。はい。これね、こうやってナビを見てる最中も、ゾンビ動くんで、噛まれちゃったりするんですよね。あ、通れない。ちょっと歩きますかね。その辺にいくらでも落ちてるし、車とか。やい。一刀両断。邪魔じゃい、邪魔じゃい、貴様ら程度にメカドラゴンを抜くまでもないわと言いたいけど、メカドラゴンを使ってった方が2代目かメカドラゴン作れるから、そっちの方がいいな。ああやめて、メカドラパンチかっこいいな。メカドラゴン、問題はメカドラゴンの体がでかすぎて画面が結構見えなくなる。来た来た、持ってきたよ、よいしょ、お姉さん持ってきたよ、はい、スプレー缶でーす。はい、さすがね。お、みんなを避難させて、了解です。男に興味ないから変な期待するだって。レズビアン。あっ。大丈夫、僕も君あんまりタイプじゃないから。ローンブレード、あ、もうメカドラゴンすでに壊れそうですね。クローゼット、シャンプーお金があった、あ、ゲームをセーブ、あ、今ねこれ上に失敗って出てるでしょ、これね、あの俺の問題なんですよね、困っちゃうんですよ、セーブできないんですよ俺。設計図、あ、ポールウェポンだって、すごい、ちょっと作ってみましょう。スピアーとなり、俺この状態でスピアー持つと超似合うな。これ？え？どれとどれ？どこかな？あ、できた。へぇ。ガシーン。できた。ボールウェポン。あ、これ。材料違ったんだな、あとなんかを取ってなかったんだ、だからダメ、ちょっと蹴らないで、俺の メカドあ、俺が蹴っちゃった、ごめん、メカドラゴンブレード大事だよ俺。あーでもなー、もう材料がない時点で一回捨てようか、一回捨てよう、ちょっとメカドラゴンの新しい版欲しかったけど、壊れちゃうなー、もうすぐ、悲しい、俺すげえこれ気に入ってんのに。これ何これ、あー、なんか仲間ですね。仲間のリストみたいなやつですね。これね、一応仲間連れられるんですよ、こうやって。で、彼女になんか武器を持った。じゃあ、このポール、これ。はい、これも。こう、出来たてだから強いと思うんだけど。あ、てかメカドラゴン着てみる？着たい？メカドラゴン。あ、いらないって言われた。くそ！めんだよ、メカドラゴン超かっこいいじゃん。やだって言われた。ちょっとショックなんですけど。お、赤いとこありますね。ここ行きましょうか。よいしょ。
行こうぜ。車があるといいけどね。車、あ、でもその近いわ。200メートルしかない。メカドパンチ。行こうぜ、行こうぜ。来てるかな。来てる？オッケー。そい。なんかこの羽があるから飛べそうな気分になるよね。行くよ。この塀とか越えれんのかな、こいつ。越えれる？いける？あれ、ダメ？ダメかな？あ、回ってきてる。オッケーオッケー。賢いね。いいね。よし、この露払い俺に任せろ。ほい。押して参る。あ、壊れた！メカドラゴンが！俺のメカドラゴン！くそー。はい、邪魔。ここかな？アジアンな雰囲気です。ん？大丈夫？あれ？来てない。あ、来てない。ここだね。ここ、ここ。あ、メカドラゴン作れんじゃね？でも、本当と、ドラゴンと、何で作るんだろうね。パラソル。あ、できた、できた。よし、メカドラゴン来た。いたー。あ、でもメカドラゴンブレードを作りたいんだよ、俺は。あ、できた、できた。こっからか。こっから日本刀で作るんだ。メカドラゴンブレード。どんだけ俺これ好きなんだ。よし。あ、日本刀が落ちてるんで、これを拾っていきましょう。爆竹？これ何使うんだろう。開ける。エンタグラスハッパー、ファインドサンクチュアリーインピースフルガーデン。なんじゃこれ。ホーリーシット。The zombies get in, are you okay? Sweet anger coursed through us. すげえのがいる。Look, you know, just because you're talking all funny like that, it doesn't mean it's making any sense. Spirit of universe has slaughtered my happiness. And so, I must slaughter too.All who disrupt my garden of peace shall die! Oh god! You did this! These people were just looking for safety, you'd no right to kill them! ちょっと、あ、始まりの合図みたいな。You shall perish! Like the others! Kick and punch!おっと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 、これ爆竹。すっげえ投げてくる。俺まだ変身せたら終えない。そいつ、そいつ、いて。ちょっと邪魔かも。あ、ちょっと、あたーつ。やばいやばい。突きやり。あいたー。やばいやばい、俺体力やばいな。食いもんねえかな。ちょっとこれはまずいぜ。ちょっとあの子無理しなきゃいいけど。食いもんがない、食いもんが。やばい、俺追ってきてる。あったな。あったな、食いもん。あったけど、拾えない。あ、どこだっけ、こっちか。痛い！頭痛薬は食いもんじゃねえぞ。これ食ったら治るかな。治った。マジで。すげえなこいつ。どこ行った？俺どこ行った？あいつ、あ、いたいたいた。めっちゃ怒ってる。おお、あいつ大丈夫か。割とでも体力はあるな。あ、やばい、あの子がいると攻撃しづらい。
おーおーおおお、落ちた落ちた、イエーイ、強えな。下駄履いてるな。中国人と日本人の文化ぐちゃぐちゃなの。急に生々しい話し始めた。なんてことを。強かった。こいつの槍ゲットできるね。よし、あ、なんか鍵をゲットしましたね。あ、そろそろあ、アサルトライフルとかあったんだ。このね、こういう人たちはね、一体何かっていうとね、サイコって言われるね、デッドライジングシリーズにいつも出てくるんですけど、こういうゾンビブレイクで世の中おかしくなって、頭がおかしくなってしまった人たちみたいなのがいるんですよ。そういう人たちがこうやってね、人間なんだけど敵になっちゃったりするんですね。ね、ポイントを振りたいな。近接攻撃上げましょうか、じゃあ。3ポイントいけるか。よし。はい。じゃあね、ここで一旦区切ろうと思います。ここで見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひまた続きも見てください。